お疲れ様です。ポンタです。今日も信長の野望波動実況していきたいと思います。チャンネル登録ぜひお願いします。本日はですね、メンテナンスのお知らせが2月24日の夜に来ておりましたので、こちら読んでいきたいと思います。皆さんもぜひですね、一緒に考えていただければと思うんですけれども、はい、3月1日にメンテナンスが来まして、新シーズン2となっておりますけれども、新シーズン2でまたいろいろですね、変わっていくと思うんですが、その新武将とかは今度の公式生放送、火曜日の公式生放送でいろいろ発表になるかなと思います。ただそれに向けた準備がいろいろですね、今回のお知らせに含まれているかなと思います。読んでいきますね。一部サーバーの統合とシーズン切り替えというところで、基本的に注目しておきたいのは3サーバーが統合しないかなっていうところですね。2サーバー同士が統合するんだったら回るかなっていうことなんですけど、3サーバーが統合すると結構人が減ってるなっていうところで心配になっちゃうっていうところで、一桁サーバーのところがですね、何サーバーぐらい統合するのかっていうところはちょっと注目して見ていただければと思います。次ですね、武将のところで SSR 長宗我部元親の調整と書いております。確かに長宗我部元親はですね、欲しいっていう目玉になってないですよね。毛利元就大人気で、毛利元就環境であるっていろんな人が言っている中で、まあ、僕持ってないんでね、いいなって感じなんですけど、長宗我部元親誰も使ってないっていうか、誰も欲しがってないですよね。でそんなところで彼をですね、より使ってもらおうとすべく調整が行われまして、読んでいます。知略 200% から武勇または知略の高い方の系統で、他にこういう人いましたかね。武勇か知略どっちでも使えるっていうところで、同じ値の場合は武勇系統なんですけど、連達によって武勇と知略どっちを高めるかによって好きな方を使えるというところがですね、元親の特徴になるのかなと思います。つまり知略系のですね、信長と組ませるもよし、武勇系の謙信と組ませるもよしみたいな、そういうフレキシブルな武将になるのかなとは思います。そういう意味で使いやすくなるのかもしれません。また騎馬の適性を A にしたっていうところで、騎馬系の武将ともうまく組ませられるかなと思います。で、先方効果に自身と一門衆を含む味方3部隊の攻撃を 30% 上昇(15) というところで、かなりですね、これ大きいですね。はい、 30% ですね。15秒間ダメージが高くなっていくので、かなり使いやすいバフもついたかなと思います。今回も確かデフォルトのままだとですね、知略の方が800で高いんですが、武略の方、武勇の方もですね、773とほぼ接近しておりますので、連達で好きな方を挙げられます。それによって武勇系でも使える、知略系でも使えるという素敵な武将になっていくのかなとは思っております。結構争奪戦が始まるかもしれませんね。はい、元親を集めていた人大歓喜というところになります。まあ、そういうところで、まあ、今この武将使えない、今この武将あんまり良くないみたいな風に言ってても、結局使われないとこんな感じでテンプにふさわしい調整が入ってくるなっていうところは、このゲームのいいところかなとは思いました。縁日に茶の湯を追加というところで、茶の湯を持っている人は多分ですね、織田信長と荒木村重と斎藤利光と佐竹義信あたりになってます。でさらに松永久秀もここに入ってくるかなと思います。あの人も茶器有名でしたんで、なので茶の湯つながりで織田信長とすごくいい連鎖を組めるような人になっていくんじゃないかなと思うところで、織田信長長宗我部元親編成すごく楽しみですねというところです。で本多忠勝の調整というところで、先方による堅固 8% の付与時間を10秒から15秒というところで、あんまり使われてない、武将ごとの使用状況を踏まえての変更ですっていうのは、使われてないからもっと使えと思って強くしましたってことなんですけど、本多忠勝は堅固がですね、秒数長くなりました。なのでよりしぶとく守れるのかなと思います。はい、まあ、彼ですね、信長の野望の新生っていうゲームでめちゃくちゃ強いんですよ。はい、同じ光栄ので出した、去年出したゲームがあるんですけど、アップデがなくてちょっと悲しいゲームがあるんですが、まあ、このゲームいいゲームなんですけど、本多忠勝ですね、確かトンボ切りだっけなっていう能力があって、これ何かというと、敵を倒したら数十秒間無敵になるみたいな感じで、とにかくしぶとい武将なんですね、新生の方では。で新生で本多忠勝さえ出しておけば、どん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 ですね、敵を倒して無敵であるみたいなしぶとい武将なんですが、それが今回ですね、波動の方にも調整が入って、堅固が非常に硬いしぶとい武将になったというところになるかなと思います。で次ですね、義の一心
各レベルの会心発生率を調整と書いてありますけれども、まあそうですよね。はい、今まで意思持ってますこの人とか言ってもプラス 1% はいって感じだったんですよね。でプラス 5% レベル2プラス 8% レベル3プラス 15% というところで、はい、会心の確率が上がるというところで 1% って随分守りに入ってるなと思った人たちがですね、どんどん強くなってきます。しかもですね、一心持ってる人が長野成政、馬場信春、井伊直虎、機長とですね、すでに評判が高い武将ばっかりなんですよね。機長とか長野成政とか馬場信春、結構使えるな、レースはつながるなって評判の武将なんで、こういった武将がさらに使いやすくなるというところで、一心が強くなるのはいいのかなとは思います。はい、決死ですね。決死の方になりますと原虎胤しか持ってないんですけど、こちらですね、会心発生率がさらに上がるというところになります。今のところ原虎胤しか持ってない、まあ言うてみたいな技能なんですが、今後入ってくる武将でこの決死がですね、非常に重要になってくるのかもしれないですね。で、決死を持ってそうな武将としては、例えば高橋祥雲っていう人がいるんですよね。あの九州の名将なんですけど、こういう人が入ってきてこのですね、会心発生率が上がってくるみたいなのが今後予想されるのかなとは思います。で、次危機ですね。危機、こちらはですね、あの北条氏康しか持ってないんですけれども、これも会心発生率が上がります。まあ、会心発生率がちょっと上がるだけだとみんなあんまり使わないように、そんなゲームバランス崩してないよねっていうところで、ちょっとここの辺をですね、強みに上げたのかなと思います。で、エニシっていうところで一部のエニシのランクを調整されました。で、巨漢がですね、浅井長政とか斎藤義達、東堂高虎あたりが持ってるやつなんですけど、これもですね、ランクが上がりました。で、古将とかだと高坂正信だったり、末春方直江兼継が持ってるやつですね。榊原康政とか。はい。で、虎なんですけれども、まあ、虎のと、これがですね、一番大きいと思います。虎はですね、持っているのが、なんといっても武田信玄、そして北条氏康、長野成政、高坂正信あたりになります。あと森太平ですかね。で、なんといっても武田信玄、北条氏康編成っていうのが、結構、強いんですよね。だから信長家康編成って流行ってるじゃないですか。それと同じように今後は信玄氏康編成がですね、席巻するんじゃないかなと思うのが、この虎の江西ランクのアップですね。森太平も結構使い手のある武将なので、彼が上がったっていうところでいろんなところとつながってくるのかなとは思います。はい、楽しみですね。長野成政もですね、あの非常に使われている武将なので、そう考えてくると、この虎のランクが上がったっていうのはめちゃくちゃ大きいのかなと思います。はい。氏康、信玄編成、すごく楽しみです。で、姫は長宗我部元親がますますモテるのかなみたいな編成ですし、律儀者のところでは徳川家康ですね。あとは佐竹義信とかだったと思うんですけども、持っております。で、この中で律儀者とかはですね、あんまりこう、注目されていない絵にしではあるんですけれども、多分これ、ひょっとしたら律儀者が次のシーズン参加するのかもしれないですね。あの茶の湯とかもですね。なので次のシーズン誰が入ってくるかっていうのは、この絵にしランクのところでも少し予測できるのかなと思いますね。で、秘伝ですね。で、先方攻撃時確率で先方の攻撃対象部隊プラス1の効果を不利な能力変化、状態変化にも適用というところで、秘伝をより使いやすくするというところですね。秘伝、まあ、そこまで注目されてないんですけれども、秘伝やっぱ使ってないやつバカだぜみたいな感じな能力にアップしていくのかなと思います。で、マップ、里の陥落時に新規が回収される領土最大3つまでに制限というところで、里が陥落した時にですね、一気にバッと維新機がなくなっちゃうみたいなところの不利の軽減となっております。で、不戦推奨時間中以下の部隊命令が可能な距離を距離30以内に制限というところで、守備隊への攻撃、領土の制圧、これはですね、まあ、不戦推奨時間は寝てくださいっていうか、まあ、不戦推奨時間休めないよみたいな声が多かったのを回避するのかなと思います。なので、ちょっと 夜動く勢にとっては不利な形かなとは思うんですけれども、夜ちゃんと寝たいっていう人たちにとってはストレスを軽減してゲームを長く続けるために必要な措置かなと思います。物見櫓への攻撃条件に城に隣接する周辺領土の所有を追加、城の防衛をしやすくするための変更ですとなっております。で、さらに城や砦を破棄した時のルールを変更、城の破棄により一門衆の里が陥落する範囲を軍内から城の周辺領土に緩和というところ で、あと、出陣中の部隊壊滅時即時帰還するように変更、城や砦の破棄をしやすくするための変更ですと。はい、破棄した時に一気にですね、そちらの方がなくなっちゃうのを回避する
まあ、そんな感じになっております。あとは隣接する周辺領土への影響を調整というところがありますし、休戦中の大名所有領土は同じ大名家であれば制圧可能に調整、まあ、これ大きいかもしれないですね。あの大名所有領土で休戦中でそこを立ち入れないみたいな感じなんで困っちゃうなみたいな、破棄しづらいなみたいな時に、まあ、そこら辺の回転を良くするというところになるかなと思います。で、自里が空白地他大名家領土にある場合も自里を攻撃する部隊へ攻撃可能に調整なっております。あとはまあ人材でですね、交流に連続交流機能を追加と書いてます。まあ、連続交流僕超欲しかったですね。なんか交流をちまちま押していくのマジだるいんで、割と私ですね交流好きで、あの交流札とか買いまくってるんですけど、その辺ところをですね、はい、連続交流してくれるのはすごい助かるかなと思います。でシーズン中初回の一問脱退後のみ別一問へ加入可能となります。すぐに、別の一問加入できると、24時間待たなくてもいいというところになります。まあ、あの例えば初めて入ったところがあんまり良くなくてみたいな、あの初心者だから わけも分からず入ったけれども、そこがあんまり良くない一問でちょっと別の一問に入り直そうみたいな時に、次の一問に入るすぐに入れるようになるという、これいい調整かなとは思いますね。やっぱり1回ぐらいはですね転職は当たり前となっておりますね。まあ、2回目とかもう1回同じところに出戻りっていうところに関しては通常通り時間を必要だとなっております。編成検証部隊では出陣中の部隊も装備を設定できるように調整という、検証の方も装備設定できなかったので気づかなかったんですけど、はい装備をですね設定できるとなっております。はい、いかがでしょうか。結構まとめて直してきたかなと思います。これ以外にも多分ですね2月28日に発表されるのかなとは思うので、まあ、楽しみにしたいかなとは思っております。はい、今日はこんなところですね。またあの新しい情報出ましたら紹介していきたいと思います。皆さんのご意見をいただければとは思います。また、はい、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。失礼します。